何があっても大丈夫。本日もご視聴いただきありがとうございます。しばです。本日はステージ5森の彩花をプレイしたいと思います。ボスはテラーソン、そしてクルッタートレント、あとはタイタンですね。味方陣営の方はタリアとアストレが固定されていて、でこちらで選んだものはジョアン、サラマンダー、フェリシアとなってます。これはタイタンが意外とまあ楽に倒せるんですよ。なんとなく柔らかいというか、そうですね、ちょっと体力があるっていうぐらいで、で、後衛に当たるこのトレントとかも、まあ、そんなにですね、こう不思議な複雑な攻撃をしてくるとか、ちょっと痛い攻撃をしてくるとかというわけではないです。なのでウェーブ1はそんなに懸念することもなく進めます。でこれ数が多くなった場合ということでウェーブ2、これも先ほどと、まあ、攻撃のされ方が全部同じなので、そんなに異常な怖さはないんですが、まあ、やっぱり数が多くなってきてそれなりに攻撃が集中してくると前衛になっているのがこれ1人ジョアンだけなんで、そこがちょっときつくなりますね。とはいえこちらはタリアの回復とフェリシアの回復、まあ、これが一緒になっちゃうとちょっとつまらないんですけど、比較的交互にかかってくれると、まあピンチを結構出してくれる感じですよね。あとはもうサラマンダーとかアストレの後衛の攻撃がどれぐらい、補助になってくれるかというところになりますよね。さてでこのウェーブ3がですね、ボス戦で、テラーソンのツタがですね、こうゴリゴリともう当てた相手を押していくんですよ。後衛の自分たちのその後衛の位置までゴリゴリと押していくので、それのおかげで結構、まあ、ダメージも来るし、いろんな意味で、戦いづらくなっちゃってますね。まあ、私の失敗してた今まで何回かはこれだいたい、まあその押されて押されて後衛がとりあえずまあ前になっちゃう、前衛のジョアンが後ろに行っちゃう、それで全然その前の、ところで防げなくなって、それで結局ピンチがそのまま終了のお知らせになっちゃうっていう感じでした。なのでちょっと運はあるかもしれませんが、前衛としてジョアンがしっかりそこで踏ん張ってくれるかどうかというので、ターゲットの振られ方がちょっと変わってくるというのはあります。テラーソンの攻撃が複数体を巻き込んでくると結構ピンチになりやすいですね。でテラーソンさえなんとかクリアできれば、あとはなんとかまあ雑魚処理して終了となります。本日も勝たせていただきました、ありがとうございます。ステージ5はこれにて終了となります。まあそうですね、前衛がちゃんと前衛として機能するというのであればジョアンでもいいけど、他のまあ例えばスパーキーでも、サラムでもいいのかもしれません。ちょっとまあスキルを食らって後ろにノックバックされるような状態でずっとこう押し込まれなければ、とりあえずはその前衛の向こうに近いところでターゲットが絞られてくるので、後衛まで巻き込んで複数体をゴロゴロゴロっとこう来るようなテラーソンのそのスキルでみんながやられていくっていうのがちょっとだけ避けられる分だけ、その分まあ勝率が上がるのかなとちょっとまあ今後画面見てて思いました。ということはまあ結局は運なので、まあそうですね、まあお好きなパーティーでなんとかこうフルオートでいけるんじゃないかなとはちょっと思ったりはしました。はい、回復がしっかりしてれば、まあとりあえずは大丈夫だと思います。ということで次回が最後ですね、ステージ6になります。本日これアップをするのがですね、もうほとんど次のステージ6が来る直前なんですが、昨晩ちょっといろいろとありまして、なんだかんだ言いながら帰ってきたらもう明け方近く、でそのまんまちょっと気を失って気がついたらもう今お昼前なんですが、
出勤をする形になりますので、一生懸命今頑張ってあげてみました。次回も見ていただけるとありがたいと思っております。はい、ありがとうございます。柴でした。ではでは。何があっても大丈夫。